はい、どうも皆さんこんにちは。トゥン、トゥルルルルン。まだね、起きて何にもしないです。顔も洗ってないし、ひげも磨いてないです。今年もですね、秋葉原の福袋に行きたいと思います。ヨドバシカメラとね、もう私はね、何のね整理券も持ってないんです。で、今現在朝の7時10分、こんなはずじゃなかったんですけど、今から向かって秋葉原に、まあ大体お目当てのものがあるんですけど、それを買ってですね、帰ってきて見せたいと思います。シャカです。というわけで行ってきます。はい、準備できて今外に出てきました。で、前回もね、確かね、結構遅めの時間行ったけど大丈夫だったんで、今回も行けると思います。それでは行ってきたいと思います。宝箱じゃねえ、福袋見たい人は早送りしちゃってください。はい、今ですね、秋葉原周辺に着きました。いい天気ですね、今日は。幸先のいいスタートになりそうです。まあ、ここから淀橋だと大体歩いて10分15分ぐらいかな、かかるんですけど、まあ、すぐそこなん で現在の時刻が8時12分です。今から行って果たして手に入るんでしょうか、お目当てのね。で、前回も買ったんですけど、大人のねデパートというところがあるので、そこでもね、ちょっと福袋狙って紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。はい、どうも、帰ってきました。いや、秋葉原ね、すごかったですよ。いろんな人が、いろんな行列がありました。まず着いてね、目に入った行列もちょっといろいろあったんですけど、多分 AKB 系の AKB ですだと思うんですけど、で、ヨドバシ着いて、で、まあこんなもんかな、こんな割といないのかなと思ったら、ずらーっともうヨドバシを囲んで反対側 あのメトロの秋葉原駅まで続いてまして、で、そこから並んだんですけど、だいたいね8時32分ぐらいから並び出して、9時10分には中に入れました。でね、僕ね、買うものを決めてなかったんですよ。正直言って今回あんまり目標がなくて、で、こうやってね、バーっていろいろこんなのありますよっていうのがあるんですけど、あのね、で、1個思いついたのが、まあブルーレイレコーダーだけだったんで、で、カメラもね、もう売り切れちゃってましたね。ミラーレスと、あとはタブレットパソコン、タブレットパソコンとかも確かもなくなってましたね。で、本当はね、何個か欲しかったんですよ。あのメンズウォッチとか1万円だし、なんかそういうのいろいろ欲しいのあったんですけど、まあ、僕パッと思いついたのがレコーダーしかなかったんですよ。録画用の。僕ね、あんまりテレビを見ないようにしたいので、その置いてなかったんですけど、やっぱりどうしてもこう年末年始とか、どうしても見たい番組とか増えてきて、ああったらよかったなとかって思って、で、まあそれに決めたんですよ。で、もう入る瞬間に聞かれたんで、あのパッてまあもらって、4階に行って、で、無事買いました。で、値段がね、3万円です。ここにあります。じゃーん！これダブルチューナーの夢というやつですね。これ今回はね、チワワがここにいて可愛いですね。柴犬もここにいるし、わーって見るじゃないですか。やっぱり自分も帰るときすっごい見られるんですよ、電車の中とか。僕も3時間ぐらいで最短ですね、今回3時間ぐらいで帰ってきましたけど、行って帰ってくるだけだったんですけど、ちょっと早速ね、開けてみたいと思います。で、これちょっと前回と同じあの帽子とあのこれ着てるので意識してたんですけど、ちょっとこれ似合わないからやめよう。中身だけ知りたい人は早送りしてね。この動画をね、確か2年前に同じの上げてね、すごい長いって怒られたんですよ。これが2年前の福袋 あのやつだったんです。4万円でニコンの D5200 ってやつだったんですけど、これまだ使ってるし別に不満がないので新しいデジカメやめました。だってしかもね、一眼レフのやつ6万円ぐらいするんですよ、今回の。あとインターネットで、申し込んで、何でしょう、送ってもらえるようなシステムもあるんですけど、全然繋がんない、ネットも繋がんないし、開けづらいんだよね、これ毎年ね。で、なんで俺の周りはおシンクロに匂いがするの、謎だわ。でね、今回はすごく天気ね、だいたい1月1日晴れてて、そんなに寒くないんですよ。あったかいとはいえ寒い日陰とか、じっとしてる間はやっぱりどうしても寒いので、女性の方は特にね、冷え性の方なんかはあったかくしてカイロとか持って行った方がいい。特に足元が寒かったりもするんで、その辺は女性の方は気をつけて行った方がいいかなと思います。男性もね、マフラーとかしてった方がいいかなと。開きましたよ。お、ブルーレイついてんじゃん、イエーイ。
まずはこれ、これブルーレイディスクだね。やっぱこれに録画するんですね。へえ、すごい。 25GB が6枚入ってました。結局後でね、いくらしたのかを調べたいと思います。じゃあ1個ね、ここね、お、 4K1TB、 いいですね。パナソニックの DMR-VRW1020 ブラック、いいね。ブラック無線 LAN 内蔵、すごい。で、ダブルチューナーとトリプルチューナーの違いがちょっとぶっちゃけよく分かってないんですけどHDMI もついてた、ついてましたね。これに録画できるんだ。へえ。で、結局これはどのぐらいの何なんていうんですか、スペックでとかいうのちょっと分かんないんですけど、それでね、今調べてみたんですけど、ダブルチューナーというのは、あの文字通りですね、2つの番組を同時に録画できる。で、トリプルチューナーは3つということですけど、3つはいらないよね。でね、3つ録画できるのにやつはトリプルチューナー4万5000円するんですよ。1万5000円上乗せすると、もう1番組録画できる。僕ダブルで全然いいかなっていう、まあ、使い方もよく分かってないし。で、価格なんですけど4万円でした、今回のやつはですね。で、まあ、あとこれと、まあ、HDMI ついてるから、まあ、ちょっと1万いくらか得な感じですよね。まあ、あの実際これがなかったら買わなかったかもしれないし、まあ、ぜひね使ってみたいと思います。なので、あの並ぶ際は特にあの早めに行った方がいいんですけど、まあそんなに大丈夫かな。8時半から並んで余裕で買えたんで、ものによりますけどね、本当に欲しいものがあったら事前に調べてから行った方がいいと思います。というわけで、あのね、前回ね、すごい長くなって怒られちゃったんですよ。これも開封してってなるとやっぱりどうしても時間かかっちゃうんで、このスペックはご自身で調べた方がいいかなと思います。あの YouTube 他にもね載ってるんで、商品の紹介とかの。ヨドバシカメラのブルーレコーダーの夢はこちらのパナソニックの DMR-VRW1020 ブラックでした。で、これが外れか当たりかは分かんないです。もしかしたらもっといいものが入っている人もいるかもしれません。なので来年はヨドバシカメラに並べ。